で、ここも同じで。で、ヨド。で、ヨド。ちょっとおしゃれなセブンスを入れてますね、7番目の。で、その後なんですけども、黄色いマーカーで書いてあるところですね。これ、プリントの最後に、注釈入れてますね。36251っていう動きのパターン。これ和音の度数で書いてますけども、ベースの動きだけで言うとこんな感じ。ここ同じ動きしてるの分かりますか？ファシーっていうのとミラーっていうのと。こういう風に、まあ、あの和音のよく使うパターンですね。で、これはだから私が考えたとかそういう話じゃなくて、この後に36251っていうのを入れれそうやなと思ったからここはめ込んでるっていうのが実際のところです。なんではめ込めそうやなと思ったかっていうと、原曲の楽譜のサビの部分見ていただくと、一小節目がヨドですよね。アガナイヌスっていうところがヨドで、その後が一度で、我をそこのところ5度1度っていう風になってますよね、最後。だから51っていう終着点は決まってるわけです。ここすごい重要な話ですけど、51っていう終着点が決まってたら、その前にその5に連なるところの3625っていうのを挟めれへんかなって考えてるわけですね。この発想すごく大事なんですけども、いちいち全部考えてるんじゃなくて、最後が51って動いてるから、その前にそこに連なる36251っていうのがいけるかなっていうのを考えてるっていうのが実際のところです。いけるかどうか和音だけ弾いて試したらいいんですね。4度で3度6度はい、ちょっと微妙に音合ってないような感じしますけども、このパターンでいけそうやなと思ったら入れちゃうみたいな感じです。こういう風によく使う和音の進行のパターンっていうのはあります。で、それを身につけるというか、それをこう手を動くようにしておくことで、いろんな曲でパッと出せるって感じです。これ多分永井くんも、まあ後でちょっと話聞こうと思いますけど、そうだと思うんですけども、こういう瞬時に出せるやつって、なんていうのかな、天才的なひらめきがあるわけじゃなくて、そのパターンを自分の引き出しの中に入れてあることで、あ、これここに合いそうやなっていう経験則なんですよ。これ伝わるでしょうか。